札幌ロナイ美容室早まかしのビートたけしです。なんだこの野郎、ダンカンこの野郎はい、今回は人生の目的、それから人生の目標の違い、そういうのをやっていきたいなと思うんですけど、なぜですね、なぜそれをやりたいか、はい、なぜ、それを僕は今回やろうかなと思っているかというと、まずね、僕は今回の動画で何を伝えたいかっていうと、美容師の年収を上げるためにアイデアをなんかちょっと作りたいなっていうのが今回の動画で一番言いたいことなんですね。美容師の年収を上げるために何か僕はできないかなと、それを今回は言いたいのがまず最初なんです。一番、まあその説明プロセスをこれからちょっと説明していきますね。まずですね、何かあれか、札幌の美容師さん、札幌ですよ、東京じゃないですよ、それもお店によって基準が結構あると思うんですね。まあ大手だったら保証がついたりとかいろいろしてると思うんですよ。それで例えば、札幌の場合、札幌の美容師の年収、これ、まあ、あくまでもこれ例ですからね、例、例ですよ、あくまでも。これ例えばアシスタント、アシスタント、そうだな、手取りとか、美容師って、ボーナスないんですよね。で、皆さん普通の一般のね、サラリーマンの方だったり OL さんっていうのは週休2日制、ボーナスあり、まあ年に休む年休というかな、もうありななんですけど、美容師さんって結構過酷なんですね。まあかっこいい仕事でありますが、アシスタントの給料、例えばね14万円だとします。14万円と、例ですよ、14万円としますかけることの12ヶ月は、じゃあ12ヶ月はいくらか、168万円の年収なんですよ。美容師さんボーナスなし、週休2日じゃないな、週6休みぐらいかな、はい、まあ、こういう状態なんですね。じゃあスタイリスト、スタイリストさん、まあ、これはピンキリです。面貸しでやってたりとか、あとはそうだな、まあお店によって歩合だったりとかで、給料がもう本当幅が広いんで、まあ成り立てのスタイリストさん、成り立てぐらいの給料、それを大体20万円と仮定しましょうね。20万円かける12ヶ月は、240万円です。どうですか、アシスタントさん168万円、スタイリスト
240万円。はい。僕はね、これからの次の次世代の人たちに、なんか美容師としてなんかこう夢を持てるように、なんかしないとしたいなっていうのがあるんですよ。僕は。僕はそういうのがしたいんです。僕の目的なんです、それが人生の。なんで、まあ、いろんなことを、まあ、常に考えて、いろんなことを試していかないとダメだなと思ってるんですね。それが次の世代の人たちに、残していかないとダメだと思うし、そうしないと美容師自体の、まあ、将来性っていうのが本当になくなると思うんですよ。はい。だからね、まあ、僕がハサミをですね、まあ、ヘアリーっていうブランドでハサミを売ったりとか、まあ、ネックレス、まあ、今つけてるようなネックレスだったり、あと、まあ、雑貨だったりとか、あとは、有料の動画だったり、まあありますよね。多分見てる人、 YouTube を見てる人、毎回僕のブログだったり見てる人は、こいつは金だけを稼ごうと思ってるって思ってる人はいるかもしれないですよね。はい。僕ね、お金どうでもいいですよ、正直その辺は。ただ実績を自分で作っていかないとそれを証明ができないんで、そのデータとして、今集めてるデータっていうかな、別にお金が欲しいとかじゃないんですね。はい。だからそのデータが欲しいんですよ。それが僕には必要なんですね。だから誤解しないでほしいのは、いろいろやってますけど、なんだあいつ金稼ぐことしか考えてねえなとか、そんなことは全然さらさら思ってないんで、もっとお金稼ぐに違うことを、まあね、浮かべばいいんですけど、違うことをやるかな、それだけ思ってた。でもね、僕はね、本当美容師として、次の世代の人たちに何か残せないかなと、そういうのがあるんですよ。そしてね、僕はこれ、まあ、こっち先に説明しましょうか。これね、まあここからスタイリストさんをね、もうすごい売り上げが上がってるスタイリストさんとか、有能な経営者のもとに働いてるような人だったり、まあ、月100万円ぐらい稼いでるスタイリストは別として、例えばね、100メートル20代の時は60代、どうですか ?20 代の時はね、これはね、走る速さ。まあ要は、すなわち体力ですね。これは。どうです ?20 代の時は15秒で走れたものが、ですよ。60代の時に15秒で走れるって相当努力しないとダメなんですよ。うちらは、過酷な労働の上にですよ、ね、ご飯も食べれないし、体壊す人も出てきますよね。60歳までに15秒継続し続けることは難しいんですよね。もう人数が、まあね、60代の時ね、まあ、ピーク時よりもたくさんできるってことはなかなか難しいですよ。そしてこれとね、反比例するような形、これを僕は作りたいの。これを伝えたいんですよ。これから作り上げていきたいの。そう、新しい
しい価値観を僕はね作りたいんです。これを伝えないともうこの状態なんですよ。わかりますか、どういうことか。じゃあ数字だ、売上だ、今月いくらだ、今月目標はいくらだ、ね、働かすだけ働かせてスタッフを、ね、広告費、お店をオープンするためですよ。広告費もかかるし人件費もかかるわけですよ。しょうがないんですよ。経営者としては広告費、札幌だって広告費だけでね、ホットペッパーさんなんか使ったら、広告出したら、まあ、結構かかりますからね。そこで今新規を取っていくというのはかなり厳しいし、で、もう要は価格争いなわけですね。価格争いなんですよ。もう一個ね、僕伝えたいのはね、個性なんですね。個性、美容師の年収を上げるための新価値観を作りたいっていうまず1点と、もう1点は2個目は、これからの次世代の人には個性なんですよ。個性の時代、自分で作り上げるものだったりとか、そういう考え方が必要かと思います。だからこの新価値観を作ることはが僕の目的なんです。目標じゃないですよ、目的。もうね、目標みたいな数字どうでもいいんですよ、僕の中では。